しょ。はい、どうも、釣りバカ3号です。本日も高松沖にやってきております。なかなか寒いございます。先日釣れたポイント近くに来たんですけど、魚探反応がいいのでちょっとやってみようと思います。これだと周りに船もいなくて思う存分喋れるんでいい感じかなみたいな感じですね。やっぱりね、周りに人がいると喋りながらやってると何やってんだみたいな感じになるんで、まあこんだけ風が強かったらそうでもないかな。いい魚探反応なんですけどね、食わないですね。あ、結構風があるんでね、手巻きだとちょっと大変な部分、ちょっと大変かな。ちょっと浮いてるんですよね。浮いてなければね、気にせずに。フォールで食いましたね。朝から好調ですね。やっぱね、いい反応はやっぱ食うよね、そりゃ。そりゃ食うよねっていう反応だったんですよ。先端から離れたところで食うっていうのは、あ、上にいるな、これすっごい上にいるやつ、こいつ絶対食うんだよな、うまく通せたらっていう魚も見えますね。ちょっとポールで食ったんで心配ですね。これ割れるかもしれないんで、ちょっと慎重にやります。ゆっくりやります。まあ、朝試合とノープレッシャーの状態のいい魚だとめちゃくちゃ、フォールで食うとかね、フォールバイトは珍しいですね。おお、ちょっとなんか元気やなみたいな、変なとこまりはね。今日は、ビフィン型タイラバで1本でやろうかなみたいな感じで、ちょっとね調子がいいんで、こいつ口の中入ったらやっぱりって感じで楽しんでます。今日 OK。 あ、グッサイズ、グッサイズですね。よいしょよいしょよいしょよっ、はい、ということで朝1投目からグッサイズが食ってとてもハッピー。はい、マダイくんです。あ、まあまあ外、あ、いや中からかかってるな。ちょっとはずね、外からかな、こっち側が中からギリギリかかってます。こっちは外からかかってる。セッティングは、この間から好調なこういうセッティングです。いきなり釣れましたね。びっくりですね。というか、やっぱいい魚探反応っていうのは大事にしていくと魚拾えますね。塩がないな、今しか釣れないな。釣っていきましょう。でも多分ね、もう今潮だんだん緩くなってるタイミングなんで、もうここから1時間もしたら止まっちゃうんで、もうここから1時間が勝負です。あー、でもなんかベイトがいて、その下から魚が食って上がって、ついに上がってるな。揺れる。イベント反応が出ましたけどね。どうかな。ちょっとやっぱり手巻きだと。甘くなるな。
いるね。いるんじゃないですかね。ああ、中層にいる。この中層の魚取りたいな。ボールで食いそう。イワシいるね。カモメさんがフラフラしている。忘れちゃったな。多分イワシいるんじゃないかな。ぐらいのところで食った感じやな。余談に魚が映ってます。これはそんな大きくない。ちょっとサイズが小さいと割れそう。小さい魚ホードラビールってバレないようにしないとダメですね。怖い。かわいい子供とか、かわいいとすごいちっちゃいわけじゃ。よいしょ。暴れる。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、いいかかり方すんな。中ではな、あ、中だね。1本は中からかかってて、もう1本が外にかかるって。これ中浅いですけど中ですね。こいつ形綺麗やな。上の魚が食いそうだけどな。いやー、ついてきてるけどね、これ完全に。いやー、食わんかったな。ついてきてたけどね。高い日っぽいね。
で乗らんの？急に乗らんのと思って。相当上まで追いよったな。はい、ということでいかがだったでしょうか。今もですね、後ろにいい感じで魚探画像でねイワシが映ったりしてるんですけど、結局朝の1時間しか潮が効かなくて、この1時間の、4回流したんですかね、4回流しが、神流しみたいな感じでめちゃめちゃバイト回って魚も取れたんですけど、まあ、後半になるにつれてバイトは出るけどかからないというのでちょっと苦しいんだという動画でした。まあ、やっぱり朝一の、地合いですよね。
と塩がうまく絡んでベイドも絡むということになると魚は釣れるんですけど、塩が弱まるにつれてバイトは出てもかからないということになってくるというような感じの動画でした。もっとね、かけるのがうまかったら魚取れた、朝一だけでね結構、結局取れてる魚は今タイ2枚なんですけど、もっと倍以上は魚取れたんじゃないかなということで、なかなか悔しい結果になったんですけど、まあやっぱりね冬ってこんなもんなんですよね。バイトが出てもかからないっていうことが結構多いので、もっと、このスイッチセッティングなんですけど、フッキングがうまくいくようなフックセットとかそのあたりを煮詰めていきたいなと思います。はい、本日もご覧いただきありがとうございました。釣りバカさんごでした。ではではまた。